こんにちは、エンタメゴシップニュースです。2026年北中米ワールドカップ、アジア最終予選第3戦、日本対サウジアラビアの試合が日本時間10月11日に行われ、日本代表が 2-0 で勝利を収めました。今回はこの試合結果に対する海外メディアの反応をご紹介します。ぜひ最後までご視聴してくださいね。まず試合を簡単に振り返ります。日本はアウェーでサウジアラビアに勝利し、最終予選で3連勝を達成しました。前半14分、これまで4戦でゴールを決められなかったサウジアラビアの地でついに先制。右サイドの堂安選手から左サイドの三笘選手にクロスが入り、三笘選手がダイレクトに折り返すと、森田選手が頭でつなぎ、鎌田選手がゴールを決めてリードを奪いました。その後サウジアラビアの攻勢に合う場面もありましたが、前半42分には鈴木選手のファインセーブでリードを守りました。後半に入ると前半にイエローカードを受けた南野選手に代わって、伊東純也選手が右ウィングバック、堂安選手が中盤に入る形で日本代表は挑みました。守備のリスクを減らしながらチャンスをうかがう展開が続きました。そして後半36分、コーナーキックから途中出場の小川選手がヘディングでゴールを決め、2点目を追加しました。日本代表は最後まで隙を見せない安定した試合運びでアウェーでサウジアラビアに完勝しました。この結果に対し中国のスポーツ専門メディア直販は、グループ C で日本と激しい競り合いをするはずだったサウジアラビアが日本に全く太刀打ちできなかったと報じました。さらにサウジアラビアが連続して放った3本のシュートを日本の守備陣が体を張ってブロックした27分のプレーを絶賛。まるで人間の壁が動いているようだったとし、日本の守備を攻略不可能と称賛しました。日本代表の快勝について韓国の専門メディアインターフットボールが速報で取り上げ、やはり日本がアジア最強なのか、強豪サウジアラビアを寄せ付けずに7連勝を飾ったと報じました。鎌田選手のゴールで先制した後、厳しい時間帯もあったものの、チーム全体が落ち着いて試合を進め、終盤にはしっかり追加点を奪って勝利。アウェーで日本がアジア最強を証明したと論じています。対戦相手のサウジアラビアでは、スポーツ専門サイトアティアディアが次のように報じました。我々の代表チームはアジア最強と称される日本に敗れた。しかしこの敗戦は決して恥ずべきものではない。日本は世界ランキングでも上位に位置する強豪であり、彼らとの試合は常に難しいものだとしています。さらに日本の戦術的な優位性にも触れ、日本は非常に組織的で攻撃は鋭く守備は堅固だった。特にカウンターの速さと正確さは驚異的で、我々の守備陣を何度も混乱させたと評価しています。一方サウジアラビアの主要スポーツ紙アルラドは、自国チームのパフォーマンスに対して批判的な見方を示しました。我々のチームはホームのアドバンテージを生かすことができず、日本の圧倒的な力に屈してしまった。特に最初の失点後の立て直しの遅さが問題で、チームとしてのメンタル面の強化が必要だとしています。しかしこの敗戦で予選グループでのチャンスがなくなったわけではない。今回見えた課題を克服することでチームはさらに強くなるだろう。次の試合では必ずいい結果を出せると信じていると将来への希望も示していました。サウジアラビアの主要紙アルジジラは、自国チームの課題を厳しく指摘しています。我々のチームは個々の能力では日本に劣っていないが、チーム全体の連携や戦術の実行力に大きな差があった。失点後焦りからミスが増え、チームのバランスが崩れてしまった。これは精神面の弱さを示しており、今後改善すべき重要な課題だとしています。また攻撃面についてもボール保持率は高かったが、
決定的な場面を作れず、日本の守備を崩すアイデアが足りなかった。これも戦術的な問題を示しており、監督やコーチングスタッフは、この敗戦から多くを学び、次の試合に向けて改善策を練る必要があると、厳しく評価しています。他にも、サウジアラビアの人気スポーツ番組、アクションヤドリは、今回の敗戦は悔しいが、予選グループでのチャンスがなくなったわけではない。むしろ、この試合で見えた課題を克服することで、チームは強くなるはずだとし、日本の強さを認めつつも、我々には彼らに追いつき、追い越すポテンシャルがあると、楽観的な見方を示しています。特に、若手選手たちの成長に期待を寄せており、経験を積み、チームに馴染めば、日本のような強豪国とも、互角に戦える日が来るだろうと述べています。さらに、人気サッカー番組、サガルマブも、今回の敗戦は悔しいが、大きな学びの機会でもあった。日本は、アジアサッカーの成功モデルといえる。彼らがここまで強くなった背景には、育成システムの充実、海外でのプレー経験、そして、サッカーに対する国全体の情熱がある。我々も、日本の成功から学ぶべき点が多いとし、長期的な成長の必要性を強調しました。サウジアラビアの将来を考えると、若手選手の育成や、海外リーグでの経験を積ませることが、不可欠だと強調されています。また、日本選手たちの精神的な強さも、見習うべき点として挙げられています。彼らは常に冷静で、チームのために、自分の役割を果たしていました。このような精神的な強さは、一朝一夕で身につくものではなく、日々のトレーニングやチーム内でのコミュニケーションを通じて時間をかけて培われるものです。サウジアラビアのチームも技術だけでなく精神面での成長を目指す必要があります。この敗戦をただのネガティブな結果と捉えるのではなく、チーム全体が成長するためのきっかけにすべきだと報じています。地元メディアアルシャルク・アルアウサットは、サウジアラビア代表のディフェンスの不安定さと無駄な攻撃を厳しく批判し、試合を振り返っています。試合はジッダのキングアブドラスポーツシティスタジアムで行われ、サウジアラビアは日本に 0-2 で敗北。これまでサウジアラビアは日本に3連勝していましたが、この試合では日本がリベンジに成功しました。サウジアラビアはボールを支配し、何度かチャンスを作ったもののゴールには結びつかず、一瞬の隙を日本に突かれて失点しました。この失点の原因は、守備の乱れにあり、最後まで集中を保てなかったことが問題とされています。他のメディア、クーラでは、サウジアラビアが、先制を許した後に団結力を取り戻したものの、準備と動きが遅く、決定的なチャンスを作れなかったことを指摘しています。特に、前半42分には、サウド・アブドゥルハミド選手が、危険なシュートを放ちましたが、鈴木選手のファインセーブに阻まれました。後半も圧力をかけ続け、ペナルティエリアには近づけましたが、最後の一手が足りず、日本の守備を突破することができませんでした。また、メディア、アルバ・アルシャルクは、サウジアラビアがボール支配率 57%、日本が 43% だったことに注目し、イタリア人監督ロベルト・マンチーニが率いる。サウジアラビアは、ボールを支配していたものの、それをゴールに結びつけることが、できなかったと指摘しています。サウジアラビアは、ジッダで日本と、過去3回対戦して全勝していましたが、今回の敗戦で、その歴史が崩れました。一方、日本は、3連勝で勝ち点9に達し、グループ C の首位を維持。次の試合は10月15日、埼玉スタジアムで、勝ち点4のオーストラリアと対戦します。次戦でも、日本代表への注目が集まっています。いかがだったでしょうか？最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか？前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、
高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。